チャオ、あちゃんです。今日のね、あちゃんちの、おやつタイム、この前ね、視聴者さんが送ってくれた鮭のジャーキーこれいただきたいと思います。今ちょっと量がね、まだ帰ってきてないねんけどもね、光るかもんで、まあ残しといてあげましょう。はい、おお、いい香り。はい、光映らへん、隣の部屋に、ね、こんな感じです。はい、うん、酒とばみたいな。人用。ん？人用やね。ワンコ用ちゃうねこれ。犬用のやつこんなんなかった。ある。あるけど違う。犬用のやつの方がな、甘かったり薄かったりする。味薄いね。食べて。ピアピアのね。うん、そのこんなに味が濃くなるよ、ね。美味しい。うん、あ、チーズ入ってる。あ、サテジャーキーチーズ入って書いてある。おいしい。うん、あの牛肉のジャーキーと違って鮭のジャーキーだから、あの味がね、もうなんていうかな、あの鮭のまあ、脂身っていうの、脂が乗っててすごい美味しいね。うん、で、これほんまに酒だけなんや。酒とプロセスチーズで米発酵調味料、粉末水飴、食塩、胡椒、ガーリック、オニオンパウダーとか、魚醤、酒を含む酒の醤油入ってね、肉っ気じゃないのに噛んだらね、うん、お肉のジャーキーぐらいね、濃厚やねんけども、味は酒とば、うん、美味しい。酒とばにチーズでもつけてみる。ん？酒とばにチーズでもつけてみる。うん、酒とばにチーズ練り込んだんねこれ。買わないな、それやったら。うん、サキトバと違って買わないなって。うん、買わないな。美味しい。なんかね、鮭の多分、サキトバって鮭の身の繊維がいっぱい入ってて、噛んだら繊維に崩れるんだけど、そうじゃなく、まあお肉みたいな、あのハムみたいな、ジャーキーみたいな、こんな感じの食感がチュッてこうちぎれるんだけど、うん、しっかり噛んだら、うん、鮭の旨味がすごい。おいしい。あと寮に置いといてあげよう。どうせまた今日は実力テスト終わったからね、寮多分お泊まり連れて帰ってくるでしょう。はい、っていうことなんで、うん、置いといてあげましょう。光も置いてあげよう。じゃあまたね、バイバイ。おいしかったよ、ありがとね。